はい、あぶねー。今ね、あぶやばい、大戦ホワイトイートから、これから日南の庄屋前面接に行ってきます。これ逆映像でしょ。もちろんこの下はスーツでございます。はい、そしてもちろん今はね、暴風雪警報が出て、ようやくね、ようやくスキー場にも雪が積もっておりまして、今日の1時半リフトにな、あ、リフトまだ動いてねえし。残る朝一本乗り逃すね。ダメだね。ちょっと待って。停留所で。これさね、面接しに行く風景だからね、本当に。庄山っていう日南の鳥取県の農林業研修生っていう地域おこし協力隊がね、ちょっとこのスキー場に採用が決まった時に無理言って、今日の1月19と明日1月20日なんかね、庄山からスキー場まで日帰りで帰ってくることが怪しいから取って、最悪は、まあ、5時夜中に泊まって来るんだけどね、次の日行く、次の日買ってくるって感じだよね。まあ、こんな感じさ、こんな激しい面接に行く風景なんてあるのかって感じだけどね。始発出ちゃうから、まあ、結局8時40分か。いや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 、マジマイル、いやメイルね。ちなみにこの下はスーツでございます。スーツの会社に出かけなかったけど、スキー場の真ん中からね、面接に行くものではない。鼻水が。はい、今ねバス停について第1便が7時10分だけど、今到着したのが7時14分でございます。乗り過ごしナイス、どういう設置じゃない、あと1時間半、1時間半どない設置じゃない、どない設置じゃない。いやー、ゲレンデのね、ないんだよ。あれさえなければね。はい。今どうやら始発乗り過ごして、あと40分後に、今日2本目のねバスが来る予定。でこれを乗り逃すと、アウトだから、まあ間に合ったと思う。いやでもね、スキー場のゲレンデ1本分の上下動がね、あ、痛いね。で大体ね、こんな感じでスーツの中着とります。結構超激しい、まあ、問題あと帰りだね。そんな感じだ。いやね、暴風雪、暴風の中
面接を受けに行く、しかもね、スキー場のゲレンデのど真ん中から受けに行くっていうのがあんまないよね。はい、まあ、地域おこし協力隊の面接受かるかどうかちょっと分かんないけど、ここまでして行ったら受かろうよって思うけどね。ああ、あと40分。